こんにちは、かっこいい大した竹下敦です。少しねスタジオリバーサイドの方、配置を変えました。今までね、マーシャルアンプを、テーブルの下に、収めていたんですが、お客様やね、あとまあゲストの方なんかが、すぐに見たり、まあ、思想したりできるように、一番ね目立つところに、設置しました。であとですね、床が一部破損したんですが、そこに大理石の、大理石じゃないかなまあ大理石だと思われます、石を、設置しました。で床がねだいぶしっかりしたんで、今までとちょっと音の感じが変わるかと思います。後ほどね、実際にちょっと、県に中島さんの意見も伺いながら、徐々にね、スタジオ作り進めていきたいと思います。それでは、かっこいい大佐竹下敦でした。